れ。おー、いいねこれ。このハイエースがこんな感じです。つかさんち、ザ・つかさんファミリー。じゃあいただきます。今日はね、床を張っていこうと思うんやけど、その前にね、床を張るためのベースとして根だ、骨組みみたいなものやな。それを床に張っていきます。だいたい長さ切ってあるので、よいしょよいしょなので、あとはね、ブチルテープっていう強力なテープがあるから、これでその根だっていうのを張っていきますね。前までできれば今日中にやりたいなと思います。ます頑張ってください。はい。愛ですね。これ？はい。これ？愛。愛。愛。私もお手伝いするわ。愛。はい。これブチルテープね。これ両面テープなんだけど、これ手ベタベタ割れてするやつ。押してください。ぐっとね。下に貼ります。はい、ゴミ投函。はい、今日。
最後に銀マットしたら、これはめます。ダン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 、あ、3、ここです。大体これでいいでしょ。ブキーミブキーミブチってやるってことです。ブチる。これが、これがはまればいいかな。本当に、あ、おげんここ踏んで、うん、私も踏んで、うん、タイプ踏んで、うん、いやー、あー落ちる。すごい。はい、1はどう。はい、で次には2はそれ、3はこれね。もうだいたい現物合わせでいくからね。はい、じゃあこう端っこ誰か貼って。はい、あれ、これマックス。じゃあその凹凸合わせて押し込んでください。で、こうやって、まあ、ある程度の凹凸は馴染むっていう、うん、馴染むから感じですから。で、今よだれ食べました。食べてません。はい、カネライトフォームを入れていきましょう。ホイッフォーム。はい、H の2をそこへ、はい、おげん、それでいいよ。ジョンと大丈夫ですね。来た、よし、いいやん。わー、パンパンだ。お掃除機で。これがちょっと長いから、これを切ろっか。切りすぎなくらいだね。そう、そこらへん、そこらへん。これで行きましょうか。行きましょう。パキッとやりたい、私。はい、パキッ。パキッと、パキッ。これ、ミシ、ミシって言ったら。全体押さえよう。次は、ね、G やけども G の値段を持っていきましょう。値段持ってて G の値段。 OK、 分かったよ。ちょっと待ちなさいね。このハイエースが、快適になりますようにね。ねえ、はい、挟まれそうになって、はい、ちょっと足とかして。私はここで大丈夫。これでハイエース乗りましょう。乗りましょう、はい。あれ、お父さんもスリッパ乗るんじゃなかった。使うんじゃなかった。いい。はめてください。はめます。こっちからまずはめるよ。端っこから。ちょっと。そちらゴンってやばい。はい、これ G できました。まあまあできるだろうね。早いね、やっぱだいぶ暗くなってきたな。うん、一瞬やな。でもこういうとこな、手でこう擦るとき気をつけて。この木で刺さるか。わーわー、まだ気がする。なぜ怪我するかを考えて やったらね、つい怪我しないでしょ。しにくい、うん、トイレもハイエースに行けれるかな。どうやろうな、おっちゃんねんさんみたいな。トイレな欲しいけどね。買ってあるけど、もしつける場所の余裕がなかったらどうしよう。ここまで値段半分ぐらいで、もうね、夜も暗いんでね、また次の日やりましょう、うん、そうだね。
あ、いかんやん、ここ切らなあかんねやんか。切る必要なかったやんか。なんやこれ、もう無駄なことしたな。はい、ということで、床の断熱と根太の設置が終わったところです。もうね、この辺の燃料ポンプのメンテナンスハッチとか、まあ、こんな感じにしてみました。あとスライドドアのモーターのユニットがここにあるんで、まあ、これも割と壊れる可能性は高いものなので、ここも外せるような状態にしてあります。はい、後ろから見るとこんな感じです。次ね、ここの隙間にテープを貼ってほしいんですか。はい、ちょっと伸ばしてね。こっちまた貼っていく。お花が貼るのを待っていく。はい、お願いします。最後。よし、できた。短いからすごく早く終わった。さあ、これで大体晴れたかな。元太ちゃんは残ったところは大体晴れましたよ。つかさんちザ・つかさんファミリー。恥ずかしいじゃない。